さあ今回はね、昔に一度だけ動画にしましたテムテムというね、オンライン上で遊べるポケモンライクなゲームがあったんですけど、そちらがね、テムテムスウォームという、まあ、お次はバンサバライクなローグライクのアクションゲームになりまして、今回ね、プレイテスト版遊んでいきます。で、テムテムね、やったの結構前で、まあこの絵柄を見れば思い出せるんですけど、名前はね、ちょっと思い出せなくて、ただこの3体御三家ですね、そこ覚えてます。なんかエレメンタル、格闘、エスパーみたいなそんな感じだったね、属性は。で、ソロプレイ行っていきましょうか。協力もできるみたいで、まあテムテムのオンラインの方も一緒に協力してストーリー進めていけるみたいなあったんですけど、これもね、協力してできるみたいです。もちろんソロで行きましょう。お、プラティペット、これ進化系結構かっこいいんですけど、水と毒のキャラクターで、この子は育てた覚えあるわ。はいはいはい、でも結構いるね。あー、いいな、覚えてるキャラクターは。ナイスナイス。個性は水または毒タイプの技のレベルが上がるたびにダメージ量が 0.5% 上がると。上昇幅少なそうですけどね。でも属性あるってことは相性ありそうだね。あ、シパンク、これ日本マップありましたね。そういえばね、だいぶ後半だったと思うんですけど、いやー、このモンスターでバンサバライクできるのめっちゃ嬉しいですね。いたどんな技があるんだろう。レベルアップ、もちろん違うのも取れるのかな。属性でいうと近接タイプ、これ回復、テムテムの毎秒の回復量、これかな。とりあえず相手これ何なんだろうな。こんなんいたっけ。これなんだ。あ、で右上が技で左上があれだね、なんかパラメーター系というか。これ出れんのかな、もしかして。トキシンインク毒、これ行ってみましょう。あー、正面系ね。はいはいはい、あ、いけますいけます。これなんか破壊できそうだね。で戻んないと。痛い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 。マップ結構広いんだな。防御力上がる、ギア、水タイプの技のダメージが上がる。まあこれかな。なんかマップ見たりする。シナジーがある。ああ、はいはいはい、技の、まあ、進化みたいなことですかね。アルティメット、アルティメット打ち上げあります。大波、さあ違う島に来ましたね。いたいたいた。あ、こんなんいた気するなでもこれキャラのやつ作り直してんのかな、まあ、作ってるんですかね、こういうアクション用に。元のも連れて歩いていましたけど、もうちょっとなんか違った気がするんだけど。レベルアップね。あ、毎秒の回復、あ、でもエピックか。じゃあ取るか。あ、アルティメット、おー強いね。スポット行ってみようと。はいはいはい、ちょっと行ってみましょうか。結構マップ広いのかな。水のクールダウンが早くなりましたね。なんもないか あとどんなやついるんだろうな。あんまね、ちょっと情報は見ずにやってますから。なんかね、イワークみたいなやつがいて、そいつがね、なんか後半のボスみたいなやつが使ってくるんですよね。そいつのなんか技がね、めっちゃかっこよくて、いないかなあ、なんか後ろいるな。フィアスクロー、近接ね。技、キーフィールド、近接ね。
範囲が広がる。水欲しいからな。 G わかんないよねこれ見てても。わからないですよね。まあはめてってみるしかないのか。それこそたまたまはまればそれはそれでわかるし、違えば違えばでわかるからね。アルティメットはここの左下のゲージで溜まってるか分かると倒せない倒せない。あ、使える、いけ、レベルアップさせてもらおう。あいつなんかあるよね。さあそんな突っ込まなくてよかったか。この飛行と電気だっけ、ちょっと属性あいあいまいですけど使ってたわ。カズマみたいな名前だった。カズマだっけな。序盤にゲットできるこの進化系なんですよね。結構強かったと思うんですけど、途中からちょっとね電気が下火になるというか、相性ゲーでもありますからね。なんかオセアーラみたいな水のかっこいいやついたと思うんですけど、何が出てくるんだろう。敵なのか味方なのかでもだいぶ変わってくるよね。でも可愛い系が多分使えんじゃないかな。かっこいい系でかいから使えないかもしれないな。召喚サークルイベント発生ね。死にそうなんだけど、いけ、出現者テムテム倒してボーナス経験値。やばい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 。え、みんマジで、ん、お、あ、進化来た、プラトックス。体力攻撃力とかがあるわけだね。おおった、まあ進化するか。いやー、ポケモンライクなんで進化とかちゃんとありますから、そこですね。パラメータ的にね、進化しないやつの方が序盤から強かった。序盤というかパラメータ的に強いんだよね。痛い痛い痛い。あっちにいんのかな、強敵が。確かもう一段階あってシュッとしたはずだね。なかなか水が来んのだよな。あげときたいんだけど、何が来るんだろう。名前分かるといいな。破壊すんのか。あ、分かるんだけど名前分かんないな。結構あいつのねジムに苦戦した記憶がある。デジタル属性みたいなやつがいて、その1個だったんじゃないかな。アサート画面の右上にいたロボみたいなやつもデジタルみたいなやつがあるんですけど、だね、よし回復をくれ回復を。ちょ、技がやばいなちょっと。そう、倒したいけど、逃げよう逃げよう逃げよう、一回逃げよう。回復だ。倒せそうだけどもうちょいで、よし強引に。あ、これ全部受け取れるんだね。水タイプなどが上がるお金だね。
左上なんかあんのかな。またちょっと戦えないですけど、いけ、技でもな、あの波も最終進化っぽいよね多分色的にそうじゃない。うわわ、あ、痛い痛い痛い。あー、なんかいろいろ見覚えるやつがいっぱいいる相性とかなさそう。別にシナジー用だね、これ水を強化するとかそういう感じの。何でもか追加しないと死んじゃうんだけど。いやーでも技が出んな。ここまで来たら選択肢はほぼないと思う。新技がいけるかな。やばい、終わる。何でもか拾っときたかったギアは何もないよね。ギアもありそうだな。取るか。じゃあちょっと、左になんかあります、ありますけど、ここだ。やばい、もう死ぬ、本当に死ぬ、本当に。あ、草むらがあるねよく死なないなあ、ダメだ。まあでもRPG1 対1なんでね、それで言ったら1対1000とかでやってるんで、ズルですね負けた敵名前見れないか。あ、まあベイブが強いね。俺も倒してますけど、まあ、いろいろ達成しました。スキル、あ、スキルツリーがあるんだね、この子に。名声は全体一回のことで、ああ、これは実績だよ、ここね。実績でこれゲットできる。テムペディア欲しいな教えてくれるやつ。クールダウン、アルティメットクールダウン短縮、運が増える、 HP が増える、ダメージでしょ。まず早さ行こう。遅い。技のクルダン行こう。 HP もいっとくか。名声でいけるらしいと。ああ、ここで増える。あ、そういうことね。もう一回あげると2個溜まってってことか。これ回復ありそうだけどな。ああ、でもないないないですここあるだけか。ただここもないからこの先行けないっていうね。なるほどね。ここも下がないか。運上げとこうかな。じゃ あ困ったらダメージですよ。レンジタイプの技のダメージも上がると。もう一回か、もう一回。面白い面白い。あ、でこれ最後最後見てください。右の15レベル以上か。で、そこのゲームって、
やりながら話そうかな。スキル、あ、ここで、あ、ここでできんじゃん。さて、このゲームってポケモンと違ってなんかランレベで進化っていう感じじゃなくて、ゲット捕まえた時から何レベル上がったら進化って感じなんで、なんかレベル高いのをゲットすると進化が遅いっていうのがあるんですよね。なんでああいう書き方してんのかな。なんか技増やそう、技ちょっと何でもいいから。液体バリア、あ、お、いいじゃんこれ、もう最高じゃん。突っ込みますこれで。あ、ウォーターブレード、ウォーターブレード、よし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 、痛いやるね。使いこなしてないですけど、まあ倒せるわけじゃないもんな。持続時間ね。あ、そうだ、ちょっと合体見ようか、シナジーを。なさそうですかね。レベル上げたらなんか起こるみたいな感じかな、集めた上で。別々っぽいっすよね。あ、てかさっきの情報はないか。さっきの情報ないっすよね。水は全部バラだと、とりあえず。でもこれ多分右はギアでしょ。でもね、水のやつ入れたら多分なんかいけそう。コンデンサー、まあ、コンデンサーなんで電気だよね、多分ね。発射物が消えるまでに発射物が貫通できる敵の数。関係するのはこれだけか。範囲は関係あるか。この方があるんじゃない、ソナー。結構試行回数だね、そうだけど。とりあえずもう一個進化見たいよね。もう違うか。マルチビタミンどうだろう。さっきと違ってすぐ埋まってますね。で、勝った敵から生まれる宝箱が、まあ、レベルが一気に上がるって感じになるんですけど、技のね、どうかな。水のやつは1個なんかありそうだよね。こことはなかったから右2つあるかもしれないな。さっきの毒の方が強かったんじゃないか。撃ってくれ。ウォーターブレード、貫通力増える。こっちかな。キーフィールド行ってみる。これがキーフィールドか。あ、狭いっすね。すごい、見事に見事にバラバラだな。なんかイメージなのがないんだよね。あ、これボスじゃない、これすぐ。
テムテム毎秒の回復。おお。あ、これっしょ。こんだけか。いけー。まあ、進化していいよね。あ、でもいい、これ強い足元のやつ。3つ違ったんだもんなあ、敵凍った。あ、クールダウンね。そんな範囲上げましょう。足元の範囲も広がるはずで。そうね、あれちょっと取っときたいな。さっき何があったんだろうね。でもやらずに左行ったのかな。出現者テムテム倒してボーナス経験値20秒。どれ、これ全部倒せばいいの。出て出て、ドリルね。一つだけだからなんか違いそうな気するよな。またできてない気するな。もう終わりましたね。なんか一個欲しいな、シナジー。水じゃないのかな。水3つ持ってて水やつで出なかったら相当だよね。お、範囲上がる。よし、あ、出た、またあいつか。これ凍らないんかい。さっきとは違うのよ。痛い痛い痛い。よし、余裕。まださっき少なかったね、やっぱね。おお、いいね。どう上がったか分かんないけど、エロ高いと2段階上がるとか、そんな感じなのかな。ではないのかな。あれ3回ぐらい取っても満タンの星ついちゃったね。こいつなんだっけ、進化前からなんかの。ちなみに御三家出てこないのかな。割となんかね、最初出てきたりしそうなもんですけど。いや、今回はいけそうよ。下にチェリーか。開いちゃったんだね、今ので。多分取らなくてもいいかもね。あるって分かってれば生き残れるわけだよ。これ最後かな。あ、まだありますね。盾もでかくなってんのかな。まあ全部に影響あるっぽいですもんね。ダメージ足んないかな。水ダメージ上げるでいいと思うんですけど。来た、お金か。
行くよね。よし、さあ今何17レベルか。10上がって11で進化ってことかな。じゃあそっか15だったっけ。確か26か、そんなもんで進化するはず。まだ遠いですね。いて、いけ、もういけ、いっちゃえと。この盾使えるは使えるね。お、バリア2つ上がりました。クールダウンか、早くあんのは。向かいたいけどなかなかまっすぐいけないな。ここだ。おら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 。怖いな。ウォーターブレード。発射速度。ああ、まあ速い方がいいよね。星になっちゃうね。まあ、上限がある分インフレはなかなかないんだな。火力のしっかりシナジーをね集めていくのが大事だと思うんですけど、これか。これまたあれだよ、開ける壊すやつかな。あんな狭いのも無理っしょ。危なすぎるって。報酬しょっぱいな。速さは絶対ないよな。なんか速さとかのとこなさそうだけど、回復にあるからないなんてことはないのか。わっ、出てきた。なんかビジュアル的には覚えあるんだけど、電気と何なんだろう。これさ、地面と電気やつだっけな、なんか。ビジュアルで覚えてます。なんかちょっと弱そうな、生きってるような。危ない危ない。あいつを削ることができないね。進化を今待ってます。ちなみに ダメージアップがほぼないね。クールダウンとか、あとその辺が多いね。削れなくはないぞ。来た。これないかな。まあ今回水辺持ってるからシナジー進化なかったとしても、まあ一番効くは効くね。倒したけど、お、いいね、上がります。あの魚あれだな、なんか
色が変わるやつだ。いていていて、あとちょくちょくそんないたっけなっているな、多分いたんでしょうけど、割と超レアなやつって出現率 1% とかだったりするんだっけな、なんかすっごい見つからないやつがいたりするんですよね。でこれそんなんじゃないの、多分こんな希少なやつがレアでも飛んないよね。今ちなみにこんな感じです。まあ全バラだね、すごい。これ引っかくだと何交換になっちゃうの、これは。交換だよね、扱いとした分。まあ、特許を見てね、使ってみようと思いますけど。で、この盾いらんかもな、でも。あるから、なんか突っ込めてはいるよね。クエストに背を向けて回復に向かってます。で食らうな、もうちょいで進化だと思うんだけど、23、もういや結構あるんだ。でもあいつあいつ効かないじゃん、突破してくるんだけど我が盾を。ちょっと経験値回収してなんとか強くなろうかなと。お金か、あ、こうクリスタル地面だったかな属性で覚えてますね、なんか相性だね、相性で、ね、進化前だったり進化系だったり基準何なんだろう、これ出てくるやつの。あれは進化系が良かったんだな。さあもうじき進化するよ。うお、あ、ネスラ来た、激レアモンスター。は、結構序盤の洞窟にいるやつ。こいつ電気効かないんですよ、なんて言うんでしょうね、性格じゃないですけど、特性か、特性によってはで、電気技打ちまくるみたいな。あぶねえ。これなんだろう、毒的なことか。ててミスは全然減ってない。対照的には確か水、お、来た、プラティマス進化します。怖かゆくなった、強くなったよ。そう、
水に毒が強いんだっけな、なんか毒が水か、そう、水に強いんだよね。相性がちょっと違ったりするからね。ネスラ結構ね、属性的に電気水で、で電気効かないから良かったりするんですけど、代わりにはクリスタルが抜群化で割と簡単に倒れたりするんですけど、こうやってるとテムテムやりたくなってくるな。でネスラを倒したいけど、何か欲しいね。凍結だったりアイテムとともに行こうみたいな、攻めというのを探しつつ行きます。まあ奥義もありますけど、じゃあ水タイプ強化しようか。ここで何か引ければ、やばいやばい、行くか、これで行こう。近づけない。いい感じに近づいてこないかな。この辺で動き合いやすいとこがいいな。雑魚に行っても削られちゃうんで行きましょうか。ここちょっと違ったかな、ずれちゃいましたね。終わりだ、よし倒したぞネスラ。パンさんドリル、要は捨てちゃうんだね。まあ、ないっしょ。勝った。ネスラか、いいね。ネスラ、ちなみにストーリーだと、まあ、敵が使うか、序盤取らないと後半に出てきたかな。倒した、ネスラ倒したね。よし、プラティマス。プラティマスネスラならね、毒と電気でなかなか難しいところですよね。プラスマスいけそうな気はするな。ネスラ硬いからね。プラティペット個性取得。いや、クリアしちゃいましたね。全然コンボとか見てないけど。どう？お、あ、これデジタルと、あ、何来るか分かんないのかな。電気ちょっと気になるな。捕獲戦いずれかのマップで3分間いけるにて、あられるスポットをクリアしようと。まだやることあるんだね。いやー、もうやりましょう、もちろん。プラティペット新しいの、どれだろう。いろいろあると思うんですけど。アルティメットク、これあったね。大波のダメージ、ああ。うん、いや、ないか。回復機あるかなって思うんですけど、全然ないな。まあ、上げるそのまま上げとくしかないよね。よし、リセットもできるみたい。いずれからマップで3分間生き抜いたられるスポットね。はいはい。お、デニーツサイバーグ、あ、トゥクマ。デニーツ初期かな。ジップシュパング結構後半のマップなんですよね。こっちまで強くなりそうだよな。行ってみるか。さあ、卵孵化システムなんだね。面白いぞ。やっぱ敵変わりますね。
いや、もともとやっぱね、キャラクター豊富なゲームなんで、大量にいますね。敵の種類が。その点バラエティ豊かでいいね。ここ何が出てくるんだろう。何なんだろうな、これ。何が合うんだろう。わかんないよな。同じ技で違うギアを取り続けていく方が可能性あるのかな。毎回変えてったら分かんないままただひたすら増えていくよね。まあこの技に合うのが何かあればいいんですけど、速さはなんか違うな。技が合うのかな、ちゃんとね。まあそのシナジーは合うと思うんですけど、これ強くしたらだいぶ凄そうだね。特進区建てもよかったですけど、これ自体も突破力あるもんね。まあ、とりあえず卵優先かな。おっと危ねえ。トキシン毒状態で出たダメージ、ああこれ絶対あるんじゃない。毒なんてこれしか見たことないんだけど。使ってたなあ。ポッポー的立場だね。の進化系だね。これ違う。あ、ほら来た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 。あげてこあげてこ。水もじゃあありそうだけど、水なんかあんのか。他に水に合う何かがあるんですよね。毒分かりやすくていいね。これ間違いないわ。爪なんか攻撃力だったりするんじゃないかな。あ、ではちなみにさ、これ進化が基本っぽいとすると、ネッスラとか進化しない気は多分ないんだよね。楽しみ的にそうだよね。ある程度じゃあ分かりそうだな、それで言うと。電気3段階ってそんなになかったと思うんですけど、2段階でも出んのかな。2段階進化と、さっき飛び交ってたね、あの羽のやつは2段階目の進化だね。テムテムの巣を壊そう。怖い、硬い、これ全然壊せない。よし、無敵じゃん。あ、経験者攻めるやつあるんだ。範囲ね、あ、でもこれ全部範囲なの。ソナーか、まあ、これまずまあないから。でさっきここなかったんで、ソナーは外しといていいかもしれないな。捕獲スポット、あ、右のやつね。新しいテムテム捕獲、さあ捕まえるんだね。卵だけど捕まえるのかな。進化勝つかどうかにとりあえず捕まえに行きたいんで、これでイベット発生ね。守るのか。あの、頑張れ、守れ。やばいやばいやばい。
守りきったんじゃない？何来るんだろう。ニューテムテムアンロックド、陰気、電気、陰気。あー、さっきいなかったっけ。これ違うか。レベル3上がるたびにクレダン時間が1パターンしか。おー、こっちの方が上がりすぎ、上がって強くないですかね。もう一回出るかな、イベント。命を張った今助け方しましたけど、技貯めてれば余裕な気はするんだよね。そこそこ後半はなんか進化めんどくさかったんで、途中からなんかね、オークションみたいなやつで買えるんですよね、モンスターを。あと卵孵化してくれればそこで売られてるんでめっちゃレアなやつとか高いですけど、ゲーム内マネーで買えたりするから、それで集めてましたね。ホルスター発射物の数増やす。あ、なんかありそう。ないないですね。ダメージアップと違うか。死にそう。回復ないからね。あ、回復だ。先行も進化してんのか。なんかあんのかな、これで。プラスプラスでハテナになってますから何かがないと。足りてないよね。今2つ揃ってるだけでしょ。なんかそれこそ宝箱とかから出て進化みたいな感じなんじゃないのかな。じゃあもう卵ないっすね。そういえば敵位置いっぱい出るな。助かるけど、あと1個技が増やせるんですよね。まずダメージいって、卵やっぱ卵が出ると思うからないんだな。近い方行ってみるか。コントロールゾーン離れずに10秒。まあ10秒ならば楽なもんですね。こんだけでゲットできるんだ。最大なんもないのかな
で、なんか出んのかな、それか。なんか揃った毒ね、あげて待ってますけど。ここまた違うね、ダメージね。ただ最後になったんだね。そろそろボスか。お、あ、飛んでるやつの進化前行きましたね。鳥のね。発射数増やす。爪と波ね。発射系の技が増えればいいのかな。これ楽だったよね。敵なきゃだってありますけど、今一瞬出たけど大丈夫、使っちゃっていい。あ、ちょっと長くなってる。オッケー、回復くれ回復。あー、速さね。さあ、また進化近づいてきました。キラーフィールド多分ないね。ないでしょ。あるかな。光ってなさすぎるんだけど。あれとってことあるかな。行ってみる？今回範囲も狭いからほぼ使えないと思いますけど。いや、ちょっとやめとこう。発射系が欲しい。まあ、やっぱここ水なんだね。押し倒したけど死にそう。ほい、ほーん、もう出るもんないのかな。召喚さん、いけ、終了。お、さあプラティマス、例えば生き残ることはできるようになりましたね。回復今回なしでもいけてますし、この先が分かんないな。何したら出るんだろうね。技進化ゾーンがあったりするのか。宝箱説ならもう出てておかしくないもんね。シンプルないのかな。ないかもしれない。こんな方ある？すごい右の方だけど。
よし来た。ブーツ最大、全部もう最大になりましたこれで。まあ1個空いてますけど、枠がそもそもね。よし、あれ取っとこう。オセアラ出た。ネッスラと対応なすやつよ。出るタイミングね。ネッスラとほぼ同じ場所に出るんですよ確か。そう、確か近いとこでいい。なんか 1% かもうちょっとあったかな、確率。ほぼ出ないような確率で出るキャラクターで。いや思い出すわ、捕まえた。これ頑張ってすげえ頑張って捕まえた記憶あるもん。やっぱオセアラネッスラなんだ。なんか人気なんですよね、序盤で取れて進化しないから能力高くてみたいな。オセアラネッスラだけ名前覚えてたもんな。印象がだいぶ強いですね。それこそ赤くできんじゃん。テムテム割とステージごとにね活躍する属性があったりするんで、水は割と中盤かどっかで使って、なんか序盤はあんまり使えなかった記憶がありますね。その入れごとにまあ攻略キャラみたいなのがいて、それ使うと楽だったりするんですけど。もうちょいだな。あれ回復なんだね。止めないといけないのか。オッケー、オセアラゲットしたいな。デニーツ。ちなみにウェーブ強いね。これトータルダメージだよね。まあ最初からとはいえ。さあインキ、風卵。風なんか今のキャラなんじゃないのかな。ここは出そうな。でもこの子進化しないんだよな。御三家は3大進化するから3段階ね。坂は出ると思うんですけど。さあ1個来ました。デジタルも気になりますね。さあこれ電気格闘だね。陰気10、15で進化。陰気はこれ最初あったっけ、プラティペットってやったら出る系かな。でキャラはこれ全部出るんだとすると結構いますよね。ちなみにステージはまだあんのかな、ステージはもうないですね。プレテストで遊べるステージやったんで、オセアーラネッスラ、ゲームやったのだいぶ前なんで名前がねなかなかほぼ出なかったですけど、その中でもね、そのゲーム序盤にゲットできる極レアモンスターっていうので、その2体は覚えてましたね。なんか、普通に進んでいくと序盤取れない位置にいるんですよね。まあ、いるか、まあ、スルーしちゃうようなとこにすごい稀に出てくる、ね、テムテムで。で、まあ、パラメータ高めなんで、序盤あんま使えるかもしれないですけど、まあ、レスラーの方は電気、水で、電気があるとね、使い勝手が良かった記憶があるんで、そっちはね使ってた記憶があるんですけど、オセアラなんかすごい中盤以降無理やり入れ込んでレベル上げてましたね。さあ今回ねそんな、ポケモンライクなね
RPG からのローグライクアクションゲームと。で、まあ、やっぱね、元が RPG、まあ、育成系の RPG だけあって、途中進化していくと、パラメータ上がっていくという要素があって、で武器の合体かな、技とギアを合わせて、なんかプラスみたいなやつは、取り方が分かんなかったですね。2つ揃ってはいたんですけど、何をすればどうなるか、あるいはなんかスキルツリーみたいなやつを進めないとできないのか、分かんないですけど、あそこでなんか人、ね、1段階上がるっぽいんですが、もうなければ頑張って戦うのみと。